います。今日は最終日です。最終日も、沖縄の風を感じながら過ごしたいなと思います。商店街で三振を買ってしまいました。家で昼寝が楽しみです。そんな感じで今日も一日過ごしたいと思います。ガラスのお皿とか、イエーイ。こちらこの天国よ。すごい一番行ってます。そうなんや。ミニバイと赤松。高級魚。グルクンやん。でもこれ、もともとなんか青いからか。でも釣ったら、そしたら赤くなるか。あ、そう。で、ビアスマイ150円。海ぶどう。めっちゃ安なの。600円。混ぜに。寿司。ガスミジルにしよう。人気が出る。そうなんだよ。イカスミにしよう。すごい。北海道来てるみたいな。めっちゃすごいことになってる。伊勢エビですか？伊勢エビや。すごい。そんな。あ、シャコガイや。シャコが沖縄にこんなでっかくなるやつ。しています。
マグロの漁影を追って付近の赤道付近まで航海します。ハエ縄は長いもので150キロ以上、釣り針のついた枝縄の数は実に2000本以上。沖縄本島が縦に噛むなから、はい、あ、すいません、150円じゃん、イカスミにしました。うーわこれピン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 、いただきます。あ、めっちゃ美味しい。めっちゃ美味しい。驚き、身がめっちゃ入ってます。あ、クモ。何の天ぷらですか？魚の天ぷら、何の魚の天ぷら？魚とは違う。これはかまぼけ？なんかかまぼけ？だからこれ。なんか具だくさん。祝いのあら汁をいただきます。祝い、ここで巻いてんねん。かまぼこで巻いたおにぎり、鮭、鮭、どうぞ食べてみてください。どうですか味は？おにぎりがかまぼこに巻かれてる味やわ。あー、なるほど、それは斬新やわ。今までにない表現ですね。逆に言うと、かまぼこがおにぎりを巻いてる味。かまぼこがおにぎり、嘘でしょ。食べるっていいよ。ここはどこ？いいやす豊崎。いいやす豊崎。豊崎。いいやす豊崎です。じゃん。これ。